チャンネル1月2日明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーニューイヤー。はい、昨日も言いましたけどね、はい、今日がね、はい、初めて見たかも分かんない。あ、そう、確かにそうですね。セリーグ見ないよ、パリーグよみたいな。セリーグ見てくださいね皆さん、簡単よ。てんてねねねねねねん、てんてけてけてけてん。これちょっとアナウンサー豆知識なんですけど、よくその入社して言われるんですよ、うん、元旦っていうのは元日の朝のことだと、うん、だからこれ出てる夜じゃないですか、うん、だから多分元日なんです、うん、なんでらしいですよ。いやいや、らしいじゃなくて、はい、意味です。いやいや、いやだってそうなんだもん。意味あるじゃん、中村さん。あの元旦の旦っていう字あるじゃないですか、日がこうなるじゃないですか、あれってだからこう地平線から日が出てるこの様子のことなんですよね、うん、だから日が昇ったその朝のことなんですよ、元旦っていうのは、うんうん、そういうことです。いいですかそれで。はい、いや間違ってたらどうしよう、後で調べててくださいとか。でもね、夕方とかも日が沈むから一緒じゃん。でもこれは昇ってるんです。だから沈むから、まあ、沈む時もここ来ますけど日は、うん、でもこっちのことなんですって。じゃあこっちもあってもいいよね、じゃあこう、あ、こう、うん、そう、ああ確かに夜はそうですね、うん、そういう字あってもいいですね、うん、元旦っていう。元旦、はい、午後、そうですね、午後は元旦だよ。はい、元旦で。はい、どうでもいいです。はい、このチャンネルはそういう固いこといいんですよ。はい、行きましょう。すいません、うん、はい、さあ、ということで、はい、日本一早い順位予想、はい、パ・リーグ編です。イエイ、ね、セ・リーグ編しましたけど、はい、パ・リーグ編、うん、パ・リーグは、まあ、もちろんね、うん、またここからも補強あったりとか、はい、あの日本ハムのね、有原はもうレンジャーズとね、うん、ポスティング決まりましたけど、西川がどんなんのかっていうところもありますし、まあ、外国人の補強、うん、そして松永の FA とか、はい、うん、まあ、まだね、西武とかね、うん、松永 FA しなかったのは大きかったですね、はい、そうですね、うん、絶対出ると思ってたけど、はい、出なかったね、うん、そこはね大きかったかなっていうところもありますし、はい、大きな動きはでもないね。ないですね、そんなびっくりするぐらい、日本ハムぐらいですね、うん、ちょっと大きな動きが、はい、あとは新人と外国人補強、うん、はい、ロッテがエチェバリア、うん、昔ね、日本ハムにもそんな名前の選手がいましたけども、はい、まあ、どうなるのかっていうね、うん、ところはありますけども、それを踏まえて、はい、パ・リーグ順位予想いきましょう、はい、こちらです。これ私も一緒に出していいですか。もちろん、はい、せーの、じゃーん、里崎は優勝ソフトバンク、2位西武、3位ロッテ、で4位楽天、で5位オリックス、6位日本ハムです。おお、はい、はい、私は優勝楽天、2位ソフトバンク、3位オリックス、4位ロッテ、5位西武、6位日本ハムです。楽天ですか。いや、忖度ですか。いや違いますよ。真剣に真剣に、もう今年は仙台で仕事してたからとかじゃなくて、はい、じゃなくです、うん、はい、いやね、本当に迷ったんですよ、うん、何位来るかなって。でも今年こそ多分優勝すると思います、うん、もう石井さん優勝せざるを得ないです。そうだね、今年石井監督になりますから。そうだ、ね、GM 兼監督、うん、はい、でプラスあの、まあ、去年は則本投手もちょっと岸投手もちょっと苦しいところあったんで、うん、涌井投手が頑張って、うん、でもそこがまあ盤石で、うん、則本投手がもう15勝する、うん、それはあれだね、よくあるローカルの、はい、放送局とかあの新聞社の解説者の人が言うやつと一緒で、はい、なんか足したらあの150勝ぐらいしてるとかじゃないよね、こう足してえ試合数超えてますけどみたいなパターンじゃないですよね、はい、則本15勝、うん、でも則本投手はもともと自分は20勝するって言ってるぐらいなので、うん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 、15勝です、うん、でルーキーから15勝知ってるんで、うん、15勝できる、うん、で、まあ、岸投手もまあ10勝はいくと、涌、うん、井投手もいくと、うん、早川投手が入ります、うん、先発 OK。ただ優勝ですか。優勝です、はい、でじゃあソフトバンクが負けちゃうと、もう今年は勝つでしょうと、うん、はい、2位ソフトバンク、はい、そこにやっぱ勝っていかないといけないですよ、まあね、どこかのチームが、うん、それが楽天だと、それがもう楽天だと思って、で3位オリックス、はい、これ私から聞くんですか、うん、いやオリックスなんかこういい感じで来てないかなって私の中では思ってるんですよ。あるあるある、若い投手陣も育ってきてるし、あるある、オリックスはね、はい、あの騙されがちだから
多くの人が騙される球団がオリックスよ、はい、何回も騙されてますよ、ね、なんかもう強いと思っちゃうんだよね。いやそうなんです、うん、戦力見るとなんかいい感じだなって思っちゃうじゃないですか。もうそうだね、うん、だからそのね3位にする気持ちは分かる、はい、うん、だからでも今年こそはちょっと上がってくるんじゃないかと、監督もね、はい、中島さんにしっかり新監督として変わりましたし、はい、そうです、そこで、はい、オリックスが A クラスに入ってくると、はい、で4位がロッテ、4位がロッテ、うん、頑張りましたけどね2020年、そうなんですよね、うん、上から決めてっちゃってたんで、まあそうだね、これね、はい、あの順位予想のね、はい、あのあるあるよ、うん、上から決めていくとねもうそこにしか置けないっていうね、はい、いやでもロッテのそのバランス力ってやっぱすごくあって あるいやでもあの本当にこの私ごときがこんなことを言うのもあれなんですけど、うんうんうん、本当にこうドーンっていう目立った選手ってそんなにいるチームじゃないなと思うんですけど、うんうんうん、なんか総合力とかミスをしないとかそういうのでこうバランスよく上に行ったので、うんうん、まあそういう力はあるんだろうなあるなと思ったけど上から決めたら4番目になっちゃった。そうそうそう、で5位が西武、でも5位の西武とすっごい迷いました、うん、そこがね、そうなんですよ、だから6位だけ迷わなかったんだよね。まあでも大きい戦力抜けましたからそうだね、それ仕方ないね、そう仕方ない、うん、それ仕方ない、うん、それ仕方ない、本当に、はい、はい、浜田さん頑張りました、はい、ね、苦しくない、苦しいですもこれがあるよ、やりたくない、うん、順位予想の、はい、で全員からねあの罵倒されてね、そうこれあの一番、うん、あのよく分かんない意見が、はい、あの硬いにあると、うん、そんなん誰でも言えるとか、うん、おもんないとか言われて、はい、突拍子もないことすると逆張りかとか、はい、あの人と違ったことやって目立とうとしてるだけやろとか、うん、お前野球分かってないとか、はい、どっちが正解やねんって、ね、出る杭は打たれるんですって、うん、俺はもうね、はい、打たれながら出ていきたいねガン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 って打ったら出る打ったら出るって言ってお打ったらおポコンピョンポコンピョンって言って打ったら出るみたいな行きたいの俺は。まあ、いいですね、うん、そうそうそう、うん、反発して出てくるんですね。そうそうそう、うん、打たれたら出るっていう俺パターンでやってるから、はい、いいですね、うん、俺はもう今年も、はい、優勝はソフトバンクよ、はい、もうここは盤石かっていう、うん、で栗原もね、はい、出てきたし、うん、1年ねレギュラーとして、頑張って多分今年、うん、もう多分レギュラーとしてね、うん、行くと思うのよ、はい、でまあ、バレンティンがこのまま終わるとは思えないから、うん、ここから必死になって、まあ、どこまで頑張れるかっていうところとやっぱグラシアル・デスパイネの存在は大きかったし、はい、シュートがね、はい、一気にそうですね、すごかったですね、去年はブレイクして盗塁を、うん、はい、ね、いや60個ぐらいうまくいけばできるんちゃうかと、はい、ね、なんて言っても、うん、今宮がいないからね、はい、去年そうですね、確かにで今宮がね、うん、戻ってきたら、はい、ショート今宮、うん、セカンドシュートっていうところもできるし、うん、はい、シュートをショートの今宮セカンドっていうのも、ね、うん、ひょっとしたら体の具合とかにもよってね、はい、できる可能性もあるし、うん、今宮サードっていうのもあるかもわかんない、その体調とかにね、はい、合わせて動けるっていうところもありますし、うん、でギータでしょ、うん、で中村明でしょ、で栗原でしょ、外野もう盤石よ、なんか、うん、そうですね、で上林がね、はい、どこまで頑張れるかっていうね、うん、期待感もあるし、うん、でそこにね、まあ、川瀬とか、はい、あの若い選手ボンボン出てくるし、はい、その中で、まあ、大きくね、うん、リチャードとかもいるからね、そうですね、去年の春先めっちゃ名前が上がって、はい、まあ、試合下にもなって、はい、まあ、そこからねちょっと伸び悩んで、ね、1軍なかなか来れなかったんですけど、うん、まあ、1軍の戦力が厚いんで、はい、2軍で多少頑張るだけじゃ上がってこれないんだよね、うん、でまあピッチャーでも、うん、まあね、全体的に泉とか中継ぎでね、はい、あの頑張れたなっていうところもありますし、うん、先発はね千賀、うん、和田が去年めっちゃ頑張って、はい、でまあ、外国人もいるだろうし、うん、石川とかね、あ、石川選手見てくれてるらしく、ありがとうございます。ああ、そうなんですか、はい、石川修太投手、そうそうそう、はい、ツイッターフォローしてくれたんで、うん、あのフォローし返してきて、はい、でコメントしておきました、ベートちょっと優勝そうなんですねありがとうございます、ね、だからまあ盤石だね、はい、ソフトバンクは、はい、もう多分もう優勝予想するしかない、うん、2位が西武です、はい、西武終盤ね、うん、追い上げてきて、まあ、なんとか A クラス、はい、死守したっていうところで、まあ、山川がね、うん、今年のっていうか2020年のような感じに終わるとは思えないのね、まあそうですね、うん、だからそこをね、あの去年頑張った若手と、うん、あとは頑張れなかったあの主力の人たちが相乗効果で戻ってくればやっぱいけるんちゃうかと、あとやっぱ中継ぎ、はい、森脇平、うん、あ増田、うん、だからもう平井はせあの平井のねショートリリーフがねあれはもうね失敗やったと思う、うん、だから俺はもう平井をちゃんともう中継ぎに回してもうその中継ぎ陣でもう勝っていくと、うん、でまあ高橋光成も終盤良かったし、まあ、今井がもうちょっと成長してくれて、うん、で松本で、まあ、外国人、
のピッチャーがもうちょっと頑張ってくれて投手陣が底上げできればいい形でいきても、はい、森もこのままじゃね、はい、終わらないと思うし、そうですね、うん、そういった意味でも、うん、まあそのちょっと不調すぎだから、はい、全体的にそうですね、爆発力がね足りなかったですもんね、うん、だからそこがガーッと復調してくれれば2位あるんちゃうかっていうね、はい、で3位はロッテです、はい、まあ、4位が楽天なんですけど、うん、そこが正直迷いました。ロッテはギリギリの戦いで勝ってきてるから、はい、それが今年もできるかっていうと、うん、まあなかなかどうなんやろうっていう不安要素あります、はい、やっぱチーム打率が最下位だし、うん、でその中で、まあ、ピッチャー陣の頑張りっていうところはあって、まあ、新外国人にとって、うん、まあ、どうなるのかっていう感じだよね、うん、でそこら辺にね疑問符がつく、はい、だから楽天とどうしようかなっていう。で楽天のね一番のプラスは、はい、うん、松井の抑え戻ると思いますよ、うん、あれがもう一番、うん、去年ももうちょっと早く戻れてたら、そうですね、ひょっとしたら A クラス行けてたかもわかんないけども、うん、やっぱ後ろがね最初シャギはブセニッツ、うん、で森原とかが時は熱くね牧田とか生きてたけども、はい、そこが全崩れでバタバタして、うん、ダメなのにブセニッツ、ダメなのにブセニッツ、出したら打たれ、出したら打たれ、えまだ出すのっていうね、うん、展開が多かっただけに、そこに松井裕樹が帰ってくれば、はい、もうちょっとバチッと固まるから、うん、ちょっと安心感が出てますね。 そこはね大きいと思う、うん、でもやっぱ打撃陣、はい、ロメロいなくなって、そうですね、どうなんだいっていう。大丈夫です、ハエネキ選手たちも、あとまあ浅村選手もいますし、うん、あとは、はい、茂木小深田どうするんだいっていうね。ここに来てダブつきがあるのよ、戦力の、はい、だから黒川も使いたいね、うん、でも浅村どうしようかな、はい、で外国人と DH だったので、銀次、うん、鈴木大地、茂木小深田、これ誰使うかで大きく変わると思う。そうですね、まあ、層が厚いのはいいことですけどね、うん、でもそこを、うん、うまく噛み合わなかった場合バタバタってくるから。でも人はいるんですよ、それも、うん、去年もそう、はい、人いたよ。だそれがうまく噛み合えば、噛み合えばねグッといきます。だからそこは難しいねっていう、はい、で外野、はい、島内、うん、辰巳、辰巳っちゃやっぱ塁出ないと走れないからね。そうですね、うん、そこら辺がね、うん、やっぱこう辰巳も結局、うん、守備と足はいいよ、はい、でも打たないからガチいけないじゃんね。今年は打つって大丈夫根拠今ファンの思いを聞きましたねファンの思いよく聞く話、今年は打つ、うん、大丈夫。まあそれでね、だから優勝予想なんでね、はい、俺はそこが疑問っていうところで今3位と4位に迷ってるけど、ね、これはまだね、はい、今のところこう、はい、5位オリックス言う前に6位日本ハム、はいはい、今年のセバの順位予想で、うん、一番最初に決まったのがヤクルトと日本ハムよ、はい、の再会、うん、やっぱり、まあ、西川がね、まあ、ポスティングどうなのか分かんないんであれですけど、有原と西川両2人抜けたら、うん、めちゃくちゃきついよ。いや有原投手抜けるのはちょっと痛いですね、うん、だって中田の打点を、はい、もちろん素晴らしいけども、うん、やっぱ近藤と西川の出塁が素晴らしいから、うん、そこでのチャンスメイクで足もあるっていうところでね、うん、チャンスメイクがあったっていうところもあるって、はい、そこの西川が抜けるときじゃあ1番誰行くんやっていうね、うん、そこら辺もちょっと厳しいんちゃうかと、うん、ファイターズ、はい、この超主力2枚が投打で抜けるっていうのはさすがに、はい、でなかなかで先発も厳しいし、うん、後ろも収まってないし、うん、まあ、最下位だねっていう。でオリックスは、はい、もうオリックスの、はい、俺去年1年間野球見てきてオリックスのにかける言葉はもうこれなの、はい、いるっちゃいるけどいないっちゃいないずっと言ってますねそれね、うん、だからもう来いよ、はい、結局いないっちゃいないがおいるっちゃいると、うん、いるっちゃいるがでかい、はい、いないっちゃいないもでかいのよ、はい、この下がだから多くの人が見てんの、うん、いるっちゃいるのとこだけよ。上の選手とその次に来る選手の差が大きいっていうことなんですね。そうそう、中間層がいないの、はい、でみんなねオリックスのことがいいって言ってる人は、うん、この上のとこ見てるだけなの。いやそう見えちゃいますよね。でも、うん、ここを見るとはいフルルルって下がってくるから、うん、だからやっぱ多いかなっていう。だからねオリックスの、うん、オリックスがいいって言ってる人は、はい、山本、山岡、吉田、はい、この3人が太陽のごとく光り輝いてるから、はいはい、そこで目くらましあってね、うん、そうですね、うん、その後ろには、はい、って思うことがやっぱある。あだから来い、そこがガーンってくるから、そっち、そうそうそう、そっちがガーンくる、はい、で田島みたいな、うん、お若手もいるねみたいな、だから坂手から投手とかもいるね。そこがいてからのそっちだから、はい、まあ、ここがかかるからここいけるやろみたいな、うん、後ろヒギンス、ディックソンみたいな、はい、いやもう後ろも結構いいねみたいな、う
で、外野、佐野足速いね、はい、みたいな、うん、これ塁出たらバリバリいける、中東並みじゃないの、はい、外国人そこそこ頑張って、T 岡田いいね、うん、T 岡田ね、ホームランを取ったらまた輝きが残ってるから、はい、T いいね、復活ってみんな言うわけよ、うん、で、いや若手、大下は育成から出てきて、うん、で、ね、いきなりホームラン、はい、で、イメージは良かったけど、そこからちょっと成績だけ見ると落ちてるよね、みたいな、うんうん、でも元気があるとか言うわけよ、はいでもそれ元気はある、うん、まあそれは分かるのね、はい、足立もいいけどずっと試合出ないから交代交代なんとかんとかみたいな感じになるわけよ、うん、だからね5位でも3位の可能性もねあるあるあるありますよね、そうそう光り輝くのね、はい、ついていければねそうみんながやっぱ負けられないってそうそうそうでも俺はこのこっちをやっぱりうんって思っちゃうから、うん、はい分かりましただからこれですはい順位予想はいだからキャッチフレーズ、うん、キャッチフレーズつけようかあお願いしますセリフもつけたからね、はい、優勝ソフトバンクはい無敵2位西武同じ鉄は踏まない、はい、おお、うん、去年と同じ過ちは繰り返さないと繰り返さないよっていう、うん、3位ロッテガムのように粘り強く戦うよくすぐ思いつきますねキャッチフレーズ今考えてるんですよすごいですね、はい、4位楽天人がいすぎて悩みすぎるかも、はい、あーなるほど5位オリックス、はい、太陽の裏で輝く星はあるのかい6位日本ハム出ていく選手がでかすぎる、うん、はい、これですそうですね、うん、うん、ハマってますねうん、うん、結構、俺いけるねいけますねうん、思いつきの割に、はい、そこそこちゃんと言えてる、自画自賛はい瞬発力ありますね、ねはい、皆さんの予想も教えてください今年も一年良い年でありますようにはいよろしくお願いしますお願いします